回。この感覚懐かしいね。懐かしいですね。大会ですね、また、我々が大会でございます全大会は僕たち3位の、ね、3位でね、結果残しちゃったからちょっと残してますよ。お汚れしちゃいましたね。はい、その実力を見込まれたんじゃないでしょうか ね、 そうですね。で前回大会でなんと当たったノリベンソンとまた試合ですねそうなんですよ、今回の1試合目は、前大会で徳さんがマジギレしたノリベンさんですね。あのこいつ落としちゃダメ、後ろ、あの熱風つぶってて死なねえかなっていう。いや死ぬわけないじゃん、いや死ぬわけないじゃん、死ぬわけないじゃん。まあ普通にね、まあ、やっていきましょう。準備完了してるみたいなので、まあパーティーもね、いつも使ってるようなパーティーですよね。うん、まあただね、一味違うのがいますよ。ああ、います。自由枠というね、そう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 、懐かしいあのポケモンが、あのポケモンがいますね。そうですね、ホラーマンちょっとね、自由枠使いました。したね、山男の、山男あの名シーンの、あーそうですねデンってやつ、そう、そこにいた、懐かしい。じゃあ行きますか。あー緊張はもうさすがにしねえな、もうウキウキよ。ウキウキだね、ワクワクしてる。多分始まったらね、思考を巡らせながらね、わえ緊張するあれ、はい、お願いします。お願いします。お、メタグロスいないぞ。やっぱナットでいるね。ナット、か、コケコもいないぞ。コケコもいないね。うわ、ちょっとあれか、食い違ったけど、まあまあまあ、やらのは消えたっていうのはでかいね、うんうんうん、で、相手はガルド使うようになったという話ですよ。あー、ガルドけど、あー、けど陽気にしちゃってるから角位置ずれたけど、そうなんですよ、ホルードが一発で落としなくなったけど、まあ使っていいんじゃないかっていう感じですよね。ちょっとだ黙ろうぜ、ちょっとこれいつものポケモンだとあとね5秒とかになっちゃう。そう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 ちょっと真面目にやろう。うわ結構むずかったな。結構むずいな。一分じゃまとまんなかった。うん、いや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 、なんか結構グロスとかカバーきついかななんて思って対策したんだけど、来なかったね。来なかった、まあ、あーんって感じ。うんそうだね。はい、出し勝っていく。そこで何やした。マリルリです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい、はい、で僕たちのマリルリはいつもはノーマル Z ですけども、今回違います。違います。とりあえずちょっとねキャプチャーするの忘れちゃったんでしますね。これマリル対策で草 Z で確率ないよね。ない。エナボでね、ない。あー、まあまあワンチャンあるけど、そんなことは考慮していきられない。あ、待て待て待て、早い早い早い、ちょっとあこっちで見れるわ、うん、どうしよう。そうだ、ね、裏誰、普通にガルド。あー、ガルドの可能性、トンボ帰りとかで、まああれか、スカーフ見せたいんだったらスコーガイでガルド、ナットあたり、レヒレあたり、あーリヒレあたり、どれも、まあ、ランドも全然ガルドだったら、うん、ホルード出して一発で自信落とす気の回りだし、まあ、サザンドラで浮いてくる可能性あるけど、でも一発さえガルドで一発、あ、なんかじゃれつくで一発ダメージ与えればっていう話。あ、でもどうする、うん、バカ力でナットレの、うん、だけどもガルドだったらっていう話だよね。ガルドだと思うんだよな、ナットより。うん、ガルド、ガルドかな。ガルドだともうバカ力は結構危険かな、ね、まだちょっと残しておきたい。これ投げるかどうかだよね。アクアブレイク投げるかどうかじゃね。交代はでもトンボ返りもあるよね。あるある。じゃあアクアブレイクする。ブレイカーして、アクアブレイクかな。アクアブレイクにすっかな。うん、まあちょっとガルド、まあまあまあ交代は確定で、カプル、あ、レヒレだね。なるほど、レヒレだったら、レヒレだったらここ相手多分フェアリー、フェアリー技じゃない。はいはい、あ、まあ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 入り入った。黒い蹴り持ってる可能性あるね、こいつ。あるね、まだ大根読みで。
アラダイコはもうないんですうちは。ないんです。レンチンかな。レンチン出して、出したらこれサザンバックはない。いや、あるかと。あるね。全然ある。でもボルチェン持ってないの。どっちも半減だしね。ボルチェンあるね。ボルチェンしてもいいんじゃないかなって思う。ここあれかな、半分のやつかな。半分のやつかな。なんだろうこれ。あ、普通にあれなんだろう。水セットはまあ売ってこないと思うし、うん、大丈夫でしょ。大丈夫大丈夫。半分だと思うよ。自然の怒り、自然の怒り。だからロトムでいいんじゃない。ちょっと考え、50秒あるあと。早い。ふんだんに使おう時間を。一回しかないから。待って待って、そうだね。まずここでカップルが何してくるかって話。まあでも自然の怒りでしょ、ジャック。で、仮に、まあ、身代わりないとしても身代わりあったとするよ。別にボルチェンでいいと思うんだよね。ロトム借りてボルチェンが安定じゃないかな。仮にそれで ランド来ても別にドロポン刺さるし、ミスセットで。そうだね。うん。で、サザン来たらボルチェンで他のやつ交代。オッケー、うん、そうしましょう。ボットムに行きましょう。言わねえ。ボットムなんだよな。あれなんだっけ、なんでボットムなんだっけ。うちのチームメンバーのね。あ、そうですね。ナタネさん、マシェリーさん、マシェリーさんか。マシェリーさんがね、何々使いますって言った時にモチロトムのことボットムって言ってちょっとじわって笑っちゃったっていう。ボットム使います。水の人とかいうね、ミトムとか、ね、ミトムとか ボッシュとかだと分かるけど、ボットムって初めて聞いてちょっとね、ちょっと地味に笑っちゃったっていう。ボットムだってしかも調べたからね。調べたらさ全然引っかかんなくてさ。あれって言わねえよなんて。地元で流行ってるやつじゃんみたいな。でもヒトムカットムって言うから理論的には合ってる。合ってる、うん、けどダセーみたいな。嘘です、嘘です。いや嘘です、嘘です。何ベゴベゴしてんだろう。こういうの。ランネちゃんに対してボルチェンでいいかな。そうですね、ランネちゃんに対して痛チーム。あー、ランネちゃんドーンって今角ドーンって言った。じゃあいくよ。シャキンつったわ。ボルチェンね。オッケーオッケー。ボルトチェン。はい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 、おいしい。うるせー。はい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 、頼んだら頼んだら分かってます。はい、お戻り、お戻りですよ。え、これさ、後ろなんだろうね。ランドロスかな。全然ランドあるね。ランドロスありそうだ、ね、多分ガルドかランド、うん、で、ここもフェアリー Z で、フェアリー Z じゃない、フェアリージャレスクでしょ。待てちょっとな。あー無理だな。いや、もうちょっと削れたらホルードのトンボで死ぬんだわ。トンボは消しました。知ってます。おめえ真面目にやってもねえよな。待ってトンボでトンボで死ぬかもしれないっつって。真面目にやっても出ちゃうな。ホルードマスターだから俺、うん、ちょっとねHP にねうずいちゃったのよ。うずいちゃったよね。7、8割で削れるんだよ、はい、トンボで。そうだよね、そうだよね。そこのダメージは知ってんだけどね。そう、一番大事な部分が抜けてんだな。まずないんだよ。ないんです。ご存知ですかっていう。自分で消しといて ね。なぜないかって言ったら、ナットレがあまりにもきつくて、ホノパン入ってるから。そういうことですね。恩返しは切れないからトンボ切りました、ね、ホノパン冷パンにしたんで、あのトンボ狩りは消しました。なのでミスターマリックで、マリックでいいよね。じゃあレスコを押し付けていきましょう。オッケー。で、まあレヒレもかなりいいダメージもらえると思うんで、チャレスクで勝ち負けなんでね。そうだね、本当にでかい。これはもうナットレはいてもいなくてもどっちでもいいんで、チャレスクを押し付けましょう。押し付けましょう。来るならここだよね、ナットでね。うん、そうだね、そうだね。まあそれで3匹目見れるのが一番でかいからいいと思うよ。かなり状況としてはいい感じ、うん、ちょっとこっちが有利、優勢な立ち回りしてるね。してるしてる、そういう風に見えると。 S めちゃめちゃ遅いのにこの綺麗な立ち回り。そういうことですよ、火力で押し付けていく感じね。お答えせざるを得ないと、うん、そうなんですよ。僕たちは4匹力持ちだから。すげえよ、ガラガラも太い骨で2倍になる。そうじゃん。ムキムキだから。どんだけムキ。あ、リフレクター面白い。面白い。なるほどね、はい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 、なるほどね、はいはいはい、うわー、すっげー大会っぽい。ナイス、当ててくれた。これはさすがに4倍なんで倒せます。落ちる、ナイスー。よしよしよし。で、まあレヒレに対してリフレクターありますけど、まあロットもいるんで、うん、これどうする。ロットもいるんで大丈夫。捨てもありじゃね。うん、捨てでもいいと思う。ただあ、エルガルドがいいのか。待て、
これ全部ピーだよね、うん、ってことはこれいらなくね。いらねえ、いらねえけど研磨してくる可能性研磨あるね。後ろはなんだ、ホルードか。ホルードで確一ではないけども、まあ確定で下げられることはできる。そうだね、もし取れば9割は入るから自信で。うん、あでもディフレクターあるから。そうやん、そうなんだよ。でかつあれじゃん、弱点保険。やべえやべえなー、ディフレクターやべえ。ディフレクター強えなー、さすがやっぱり物理受けだ、物理多いからねうちら。うん、考えよう。ここは60秒あるんでちゃんと考えていきましょう。よーく考えよう。ホルードここ何してくるかだよね、相手が。剣の前、君代わりあたり弱点を剣が誰、剣前だよな、間違いなく剣前弱歩が最悪だからな。そうだね。まああのちょっと待ってね、あのレンチンがボルト、あの水セットあるのが忘れずにって感じで、影打ちじゃ死なないでしょこれ。死なない。うん、からくっせーでダメージ稼いで、ミスターマリックでも稼いでレンチンで倒すって可能性もある。あ、ただそっか、レヒレでも一発で10万死なねえか、あのダメージだとな。あ、ボルチェン、いや、とりあえずここはね、ホルード見せるしかないね。ホルードだと詰まれまくったら終わりだもん、ね、終わりなんだよ。そう、ここ剣前持ってたらあれなんで、ホルードを見せよう、見せましょう。オッケー、とりあえずホルードで、これね、ちゃっかりね、オリビ対策にもなってんですよね。なフィールドね。そうなんですよね。いやー、ここはなんだ、はいはいはい、やっぱり予定通り。けどこれ弱後剣舞で死ぬんじゃねえ、レンチンも影打ちで死ぬな、死ぬね。でここで相手何してくるかって言ったら、普通に殴ってくるよね。殴ってくると思う、剣舞だから。その時アイアンヘッドかな。うん、時間稼げるかこれ。今なあったんだ、ロット、あマリルリ出して5分の3か、マリルリ出して禁止とかでなんか いろいろごまかせないか、足りねえか、さすがに3ターンって。けど一応腹太鼓 Z もあるから。あ、そっか、考慮、考慮あるから、そんなもう一回舞うことはないと思うから、稼げるんじゃないの単純にね。マリルリしかもいらなきもんね、ここ。いらない、いらないけど確定で詰めちゃうんじゃない。あ、けどあれか、腹太鼓 Z 考慮したら詰めないやんって話やね。そうだね。で、大丈夫、あのいやけど腹太鼓 Z 打っても関係なくねって感じか。そうそう、くっせー、しかも影打ち食らわねえから先制で当たることないから、自信先発で打て、ね、先制で打てるから、ね、マリルリで時間稼ぐのが一番先決なんじゃないかなって思うんだけど、はいはいはい、ね、どうだ、いらないだろ、マリック。まあ出すならここリフレクター稼ぎ、何、相手次第なんだよね。キングシールド したくてたまんないくさせるっていう、そこで時間稼げるかどうか。あとサザンが粘土じゃなきゃいいけどね。そうなんだよね、粘土だったらもう、いや、まあまあまあ、ここマリルリでしょ。うん、マリルリでしょ。本当はね、悪知恵もう一応ハチマキ考慮なんだけど、さっき禁止されちゃうからな、ダメだよね。 OK、うん、これ OK、 何してくるか。まあシャドーボールじゃない、アイアンヘッド、まあ、だよね。伝えないから。入ろ。ああ、けど次確定禁止だよね。確定禁止。屈折出してレンチンでガルド交代？あ、ガルドごめん、レヒレ交代読みレンチン合わせて。ああ、けどそれでも あれか？禁止持ってだろ？禁止持って2ターンになって足りねえか、足りねえな。あ、そうか、ホルード出しても。禁止があるから、でも禁止やっても2ターン、あと2ターンだから足んないんだよね、リフレクターが切れない。え、あ、じゃあ、ん、あ、あそこ禁止強いなで、なると、いややれ、影打ちレンチにここ死ぬかな。あ、わかんない、いやダメか、ダメだな、いやきついな、あきついな、自信打つしかないか。弱点保険じゃないかな、弱点保険だよなこれ多分、顔的に弱点保険じゃなければレンチンでゴリ押せる可能性はないか、駆け打ちあるんだよなこれさ。仮に今レンチンさ先に出すじゃん、うん、出す、出して、でホルードバックするじゃん、うん、これって意味ある？アイアンヘッ
と安定なっちゃうよね。アイヘッド落ちるもんな。でもアイハンヘッドはレンチン耐えない、 耐えるから耐えるから4分の1だから耐えるからレンチンの方がいいかもしれない。やるよ。OKOK。 もうあと10秒それしかないよ、ね、すいませんね、ノリベンさん長考しちゃって。ここは交代がいいじゃないかな。ここは多分ボルチェンも考慮して、うん、まあなんだっけ、キングシールド5は普通に突っ張り、突っ張りで、キングシールドだとボルチェン発動しないから普通にス交代、ス交代安定、安定。うちらはあーけど交代よりアイヘ超強いような来ただな。そしたらめちゃめちゃ強い。そしたらほぼけど読めなくはないよね。読めなくはない、ここは読めなくはないよね。相手やりたいことも分かってるもんな、これこっちが。うん、そうなんだよね。ここ何してくるか、どっち、ここが本当に要な気がする。かここは居座るか、あえて相手彼に仮に禁止してきたら、ここまで読んできてるから読まれるかな。いや禁止の気がすんだよ、禁止の気がすんだけど。禁止、禁止で、あい、あ、そう、とりあえずシールドにして、禁止だったとしても択一緒じゃない。そうするとここ弱点保険持ってたら影打ちでレンチンが死んじゃう。あのここ禁止だとしても今変えたとしてもタクトとして変わんないから、ここは突っ張ってよくない。突っ張る、うん。仮にここでシャドーボールだと負けちゃう。これ水 Z だっけ。水 Z、 水 Z、 これ10万でよくない。10万いいよ、10万、10万ここ禁止だとしても別に強っ。影打ちか、死ぬわ。影打ちか、マジか、ごめん。影打ちか、影打ちか。さあワンチャンあるか。厳しいな。なんで影打ちしてきたの。いや多分普通に交代ないで殴ってくる読み、普通に。マジか、結構強気に来た。自信しかない、自信しかない、自信しかない。でもね結構交代してもきついんだよね。はい、これ結局何ターンなんだろう。リフレクター、これで切れたら、切れたらワンチャンあったのかな。分かんねえな。交代してくって言うことしてくる。禁止持ってなかった。いやーこれね、この状態だったら落ちない、落ちる。禁止持ってなかったか。禁止だったら絶対禁止だもん。なくなった。うわー、いや分かんない。まずあ水ずっとなのかな。ごめん、レヒレはあれか、そもそもオシロトムが確定で死なないから、水Z じゃなかったら、だからあれか、あ、さっき交代で安定だったのか。まだ分かんないよ。火力がなければ、水 Z とかなければ、水 Z なければ、あと余分の石の木の実なければ、お盆でもきついかも。頼む。でもな、さっき普通に殴ってきたあたりなんかもう確定で勝てる感じするんだよな。いや、あるある、お盆なきゃ。耐えろ耐えろ、俺だ、ランスリー、俺だ頼んだ。防御特化、はい、よーし、どうだワンちゃん、ある急所、え、急所、急所ワンちゃん、急所ワンちゃん、急所ワンちゃん、急所、え、急所じゃなくてもどうだ、ダメ。いや厳しいと思う。いや、あ、ギリギリ赤だと思う。いやー、いい、コーラン引くか、コーラン引くか、急所。いや、いじっぱりだったら倒したから。あくっそー、壁かぶこけ、このせいで陽気にしちまってる。そうなんだよな、そうなんだよな。任せろ、俺のランスで決める。自分でミスした分は自分で取り返す。分かった、頼め。うまい棒にでこわれ。
っしゃよしあ最後のね時間ね乃木坂46に来ました46に来ました45かなと思ったり、それ46にした、 あれ1秒でいいよそういうことか46にしたんだけど実質45だったね、うん、いやでもすげえナイスやったありがとう白石麻衣ありがとう白石麻衣いや違った、感謝するとこ間違っとるわあ、はい、やべえかっこけになる口なんだかんだ買っちゃうんすよ、うまい棒って。買っちゃね。買ってましたね。かなり首をかわ一枚どころじゃなかったけど。ありがとうございます。さっきのあのボトムの件、うん、どうなんだろうね。皆さんどう思いますか、そこって。そうだね。けど冷静に考えたら、デヒレの技一回耐えるんですよ。うん、そうなんで。交代し。ただけど、ま、丸見えだったんですよね、あの時ね。そうそう。太平。うん、いやーなんか結構高い気がするあったよね、高い気がする、だってアイアンヘッド打たれてたら負けちゃうんだよね、あそこちょっと頭弱いんで頭いい人コメントくださいそうだねということで、はい、ノリビエさんありがとうございましたということで、まずね、は僕たち先方なんで、そうチームは1勝しましたんで、あとはもう一人勝ってくれればそうですね、ビタラーズに上がれます、そうですね、ありがとうございました。本当に使った。いやーすごい。よかったよかった。面白かった。ありがとうございました。ありがとうございました。